とね、コックピットを作ってみようかな。で、この、E の1とか、こういうのは部品番号みたいですね。E のライナーに入ってる、部品みたいですね。そして、この横にこう四角の、白抜きで書いてる字は27番とか、こちらですと33番。これはね、このカラーの指定、この塗装のさっき見ていたんだけど、この塗装色のカラーがね、レッドとか、黄色ね、指定されてるので、そこを塗っていくっていうことですね。まあいろいろ細かいね、これね。ちょっと塗る順番とかもありそうだね。そして、ここの、この星印、この白抜きの星印はデカールを貼るっていうことで、この、ケーキ版はね、このデカールを使うってことだよね。うんうん。OK。まあちょっとコックピットとここの、まあこの1、2、3ぐらいができるといいかなと思います。この袋から部品出しちゃおうかな。モデル、うん、本当にね、分けるのとかも久々だし、これは透明な部品なんだ。これはキャノピーとかだね。ここはなんか塗装の難関のようだけど、これが A、 これさっき出てきたかな。これが B、これで B の1番を使いますよとか、あ、これは C か、 C、 これは E、 いいね。そしてこれが D だ。あ、ここにイスモール。で、さっき何番と何番を設定してたかな。B、A、E、E4、A8、B5、B5、E の5か。あと A6 が、ケーキ版か。まずここだな。操縦席。ちょっとやってみようかな。まあ、その操縦席、ね、まずね、操縦席行きたいと思います。今の説明書を見て、まあこの指定カラーをね、ちょっと塗るものをちょっと分けてみました。まあこの操縦桿はね、この色とちょっと塗り分けが必要なんだけど、一応大体こんな感じです。これ細かいね。まあ塗装スタンドと塗装スタンドね、塗装スタンドもちょっと作っておこうかな。
書いてるところだね、ここまででね、色をあれまた色が揃えたのが大変なことになってる。あ、もうどうやってるか。よし、よし、じゃあ次色塗っていきたいと思います。じゃあね、色塗っていこうかなと思います。直接じゃなくてこうやって皿に開けた方がいいのかな。皿が何枚ついてるんだ。3枚。この皿はこのサイズに合うのか。お、あったあった、ありますね。どう使うか分かります。ポイントがあって色はあヘラこれかき混ぜるのかな。あと筆がついて、なんか洗う皿みたいのがいるな。どれで塗ればいいんだろうね。まあ平たいとこはこれ、丸いのと平たいっぽいのと丸いのとあるね。まあ基本普通のでいいんじゃないかな。これこういったの塗ればいいんじゃない、こうやって。でさっきのまあ挟んで、サイズもあるのか。サイズがいろいろあるんだね。これはここを持って塗ればいいんじゃないね。本当スプレーでやった方がいいのかな。ちょっといちいちスプレー出すのもあれなので、じゃあこれと、ああこれはこれの出番じゃない、こうやってね、これで塗ればさいいんじゃない。これはこれはもう組み立てちゃってもいいのかな。こうやってこうか、ちょっと仮組みしてみるね。はあはあはあ、これで塗ってっちゃってもいいね。ここは同じ色だもんな。はあ、でも後で中に貼るようだから、組み立てる前に塗らない方が良さそう。ここが入っちゃうことが分かったので、ここに挟めばいいんじゃないね。もう一番大きいか、こんな形で。でこれをこれで刺しとけばいいのかな。だよね、こんな感じで。ちょっとこれを横に置いとこう。あ、ちょっと落ちちゃった。よ
次にこれはこれ挟めるやつあるかな。これでかいので挟めるのかな。挟めるとポンっていっちゃいそうだよね、うん、でもこれで挟めたからわりかし面積も広いし、うん、これでやった方がやりやすそう。お、いけない、竹串みたいなの落ちた。そしてこれはペダルは難しいね。とりあえずごめんなさい。あ、これはこれはこれは貼っちゃってもいいんじゃない。こうやって貼っちゃって塗ってもじゃないかな。多分そうだよね。まあ、うん、違うのかもしれないけど、その方がやりやすそうな感じがする。難しかったけど、まあこんな感じで塗り分けられました。あとは組み立てるだけなんだけど、刷毛とかの跡がついちゃったりとかね、難しいね、うん、まあライブなのでそんなに見えないと思うので、この辺はこの辺で妥協します。